久保さん。結局死ぬまでに何がしたいのかですよね。死んだ後は結局その血縁関係とか何かの関係性がないと死んだ後も思い続けるっていうのは難しいんですよ。例えば 2年前か3年前、志村けんさん、偉大なね、功績というかどういう表現でいいのかわかんないですけど、僕も志村けんさんの話聞いた時ね、泣きましたよ。志村けんさんはすごく僕は、なんだ、バカ殿とかね、もうすごく笑わせてくれてたんで、マジかと。だけど、今、志村けんさんのことを思ってる人って多分、昔に比べると圧倒的に減ったんですよ。あれだけの偉大な、もうね、バンバンテレビに出てたんだけど、忘れられるんですよね。だから、どんな偉大な人でもね、その、電気エジソンかわかんないですけど、この電球をこう使っててもエジソンのこと思うことはあんまないし。エジソンっすかね、電気ってエジソンかちょっと忘れましたけど、電球かうん。でも今 LED になったからちょっと変わったのか、100年の歴史が変わって、発熱電球から LED に変わったから、またそれちょっと変わったんだけども、じゃあ LED を開発した人は、なんだ、LED の電球を使いながら、その LED を作った人のことを思ってるかっていうと思ってないですよね。忘れるんですよ。だからどうせ忘れるんで、忘れる前に、なんかいろんなことをすればいいんじゃないですか。やっぱ思い出もずっと長い歴史の人生の中で、長く生きるかどうかもわかんないけれども、一部しか覚えてないんですよ。本当に。ほとんどの現象って忘れちゃうので、だからできるだけ、思い出深いことをやっていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。思い出作りなんだけども、思い出をより深く、噛み締められるようなことをこうやっていく、トライしていく、挑戦していく、手に入れるっていう。例えば多分、人生の中で久保さんがキットを手に入れたっていうこの思い出っていうのは、今キットを所有してるのもあるんですけど、忘れることはないと思いますね。憧れてた車を手に入れたっていう、この手に入れたものは忘れることはないと思うし、麻雀店を手放したっていうことも忘れることもないだろうし、多分忘れないですよね。一生麻雀店の記憶はあると思います。それは深く刻まれてるからだと思います。僕も、かなりもう経ちましたけども、昔働いてた時の要所要所は一生忘れることはないですね。深く刻まれてるんで。だからどんな、自分の人生の歴史に何を刻むかっていうことですかね。いってらっしゃい。